皆さんこんにちは、2割8分です。プロ野球の歴史において、これまで数多くの助っ人外国人選手が活躍してきました。試合中のプレーはもちろん、多種多様なエピソードがプロ野球ファンの記憶に残っています。というわけで、今回はスーパーロボット対戦風な必殺技シャウトで、私が特に注目している現日本プロ野球所属の助っ人外国人選手を5人紹介していきたいと思います。なんでスーパーロボット対戦風の紹介なのかですって。私が大好きなゲームだからです。それでは行ってみましょう。どうぞ。メッセンジャーライフル、シュート。今年で来日10年目、阪神タイガースが誇る大エース、通算100勝は目前、中4日登板を苦にしないタフネスぶり、2桁勝利7回、8年連続規定投球回到達はまさにレジェンド、ランディ・メッセンジャー。ちなみに彼の大好物はネギ、メンマ、もやしを抜いたチャーシューだけラーメンです。デスパイネバズーカバースト。キューバ出身の大砲、規格外のパワーが何よりも魅力、そして笑顔がとっても素敵、ホークスが誇る癒し系ホームランバッター、アルフレド・デスパイネ。今年もその打棒でホームランを量産してください。でもロッテ戦だけは勘弁な。コンビネーションアサルト、チェン、グワン、ユー。先発、リリーフ、ロングイニング、どんな場面もお任せあれ。ロッテが誇る速球派サウスポー、チェン・グワン・ユー。ロッテは左腕不足が深刻、2019年も大車輪の活躍を期待しています。ルックスもイケメンだ。セットアップ、フランスアソード。2018年、彗星のごとく現れた快速球左腕、速い、重い、ズドンとくる、そのストレートを見たいがために球場に足を運びたくなるマックス158キロ左腕。ヘロニモ・フランスは外角低めにズバッと決まるストレートは圧巻。好き。モルシンガーピスト。2018年パリーグ最多勝率右腕、彼がいなければ昨シーズンのロッテは間違いなく最下位確定でした。倒壊した投手陣を救った救世主、マイク・ボルシンガー。涌井、石川、そしてボルシンガーと、この3人合わせて50勝してくれればロッテにもリーグ優勝の可能性が生まれるはず。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録のほどお願いします。それでは皆様、良い野球ライフを。